そうですよね。はい、こんにちは。ライブスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは成長するための2つの条件についてご紹介させていただきます。僕は、ここ和歌山でライフスキルの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の方に社会で自己発揮するための教育プログラムを提供してきました。その経験を通じて成長する人と成長できない人、この両者には2つの違いがあるということが分かったんです。この動画ではその成長するための2つの違い、2つの条件についてご紹介させていただきます。そうすることで皆さんが、できないことができるようになったり、できることがもっとできるようになっているなったり、今ぶち当たっている壁を突破するそのきっかけになって、皆さんが置かれている場所、職場、コミュニティ、学校で自分の力が発揮できる、そういうふうになったらいいなと思っております。ですので最後までお付き合いください。でこのミスターおかちのチャンネルでは、子どもの教育とか人生とか仕事に役立つ、そして力が湧いてくるような配信をしていきたいと思ってます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマは成長するための、成長する人が持っている2つの条件です。何だと思いますか？成長するために必要な条件、成長、それはできないことができるようになる、できることがさらにできるようになる、これを成長ということにしたときに何が必要だと思いますか？それが冒険と責任なんです。成長する人は必ず冒険と責任、この2つを持っています。解説しますね。まず冒険、冒険っていうのは新しいことをやってみる、やったことないことに踏み出してみる、今まで出会ったことのない場所、出会ったことのない人に会ってみる、今まで体験したことのないことをやってみる、これが冒険です、ね、責任、これは今自分が向き合っていることを全力でやる、その一点フォーカスしてそれを突破する、今までやったことかもしれないけども、今向き合っているそこを全力でやるということ。与えられた役割をこなしたり、責任を持って進んでいくということ。これが責任なんです。この冒険と責任、この両方を持つことで人間は成長できるというふうに言われています。はい。もっと具体的に言いますね。例えばこんなことがあるんです。大学では、一つのことに集中して4年間を過ごしたこと、過ごす方がいいですか？もしくはいろんなことを体験した方がいいですか？聞かれることがあるんです。これはどちらも正解なんですけれども、そのどちらの場所でも冒険と責任を持てるかどうかってことなんですよ。一つのことに集中する。これは責任ですよね。やると決めたことをやる。そこで与えられた役割をこなす。これは責任なんですよ。でもこの責任の中で冒険がなかったらどうなるのか。例えばスポーツ選手ですよ。中学、高校、大学、そして社会人になってもずっと野球にフォーカスして、野球にフォーカスします。そして野球を引退したらどうなりますか？今スポーツのプロのスポーツ選手のセカンドキャリアが問題になっています。引退した後の仕事がないんです、はい、今まで自分はスポーツしかやってこなかった、それ以外の世界は全然知らない、自分の力はスポーツ以外で使えるんだろうか、自信がない、そして仕事が見つからずそのまま、低迷していく方も多いというふうに聞いています。じゃあこっちはどうなの？いろんなことを体験する。これは冒険にフォーカスしてますね。冒険。そう、いろんなことを体験すると、いろんな新しい知識が得られて、いろんな能力が得られて、いろんな新しい人と出会えます。でも
時間は限られているんで、一つ一つの場所に対してコミットするその時間がね少なくなってくるんです。そうするとそこの場所の場所、そしてそこの人、コミュニティとのつながりも薄くなってくるし、与えられた役割をなかなかちょっとこなせない、そもそも責任を引き受けることができないっていう状況になります。そうするとそことのつながりとか関係が深まっていかないし、一つ一つの能力がレベルアップしていかないし、責任感が育まれていかない、そしてやり抜く、そういう力、グリッドって言われてるんですけど、その力も鍛えられていかないということなんです。で、一つのコミュニティで、あ、ここなんか面白くない、ここ辛いなと思ったら、いや別にここのコミュニティ切っても僕にはあっちがあるからっていうふうに簡単にコミュニティを避けてしまう。つまり壁が出てきても壁を乗り越えるっていうことよりも壁を避けてもっともっと楽な方に進んでしまうって、そんなこともあるんです。だから一つのことに集中する方がいいのか、たくさんのことを体験する方がいいのか、これはどちらも大事なんです、ね、どちらか一つじゃなくてどちらも大事なんです。だから一つのことをやるって決めた責任にフォーカスする場合であっても、そこに冒険っていう観点を入れるということなんです。例えばずっとスポーツをやっている、野球というスポーツをやっている、それはいいんです。じゃあ野球というスポーツでどうやって自分がやっていることで地域に貢献できるかなっていうことで、そのやっていることでスポーツを、自分がやっているスポーツを生かして町の、イベントをやってみるとか、そのスポーツを生かして、スポーツの業界のプレイヤーだけじゃなくて、運営している人とかいろんな人に会ってみるとか、でスポーツだけじゃなくて土日はちょっとプライベートで、社会でいろんな業界の人と会ってみるとか、責任という環境の中でも冒険という要素を入れることが大事で、もう一つこちら、いろんなことを体験する、それはいいんです。いろんなことを体験するんですけど、その中でこれやって決めたこと、それに関してはちょっと責任を持ってやってみる、やるって自分で約束をしてそれを乗り越えてみるっていうこと、そういう冒険の中に責任っていうニュアンスを入れることが大事なんです。はい、この冒険と責任、この両方を持っていろんなことを体験していろんな人と出会うことも大事やし、その場でちょっとコミットして責任を持ってやり抜くっていう体験も大事なんです。そうすることで自分が快適やなと思ってるそのコンフォートゾーンっていうんですけど、そのゾーンを一歩踏み出して成長できるグロースゾーンに行くんです。そうすると新しい能力もレベルアップしていく、育まれていくし、いろんな人と出会うことで、新しい視点、新しい視野、新しい世界が見えてくるんですね。はい、ということなんです。でね、まあ長い人生の中で、例えば今この1年は責任にフォーカスしよう、で来年からはちょっといろんなことを体験してみて冒険して、そこで見つかったらもう一回責任にフォーカスしようみたいな感じで、自分の頭で意識して長いスパンの中で冒険と責任、冒険プラス責任みたいな感じでデザインできてたらいいんです。ね、デザインできてたらそれ全然構わない。今は冒険 100% でも、今は責任 100% でも全然構わない。ただ長い人生の中で冒険と責任がうまい具合にこう混合するような人生、生き方、時間の使い方をすることが大事なのかなと思います。ちなみに僕は、この和歌山でライフスキルの学校を立ち上げました。最初の4年ぐらいはもうコミットですよ。責任 100% ぐらい。責任 100% でここの事業を安定させると。生徒さんを集めるとか、今来ている生徒さんとの関係、親御さんとの関係を深めるっていうこと、それにもうフォーカスして、もうこの教室からほぼ出ませんでした。で、4年目以降は、ここの教室を飛び出して街でイベントをしたり、いろんな業界の人と会ったりすることで冒険をするっていうことができています。で、今は7年目なんですけど、その冒険と責任が、まあ、うまい具合に5対5ぐらいになっているかなという感じなんですね。で、まあ、こんな感じで長い人生の中で、今自分は冒険に偏っているのかなとか、今は責任に偏っているのかなとか、じゃあ冒険に偏っていたらこれでいいのかな、ちょっと責任、やるって決めたことをやってみようかな、今責任に偏っているけどちょっと本当これでいいのかな、ちょっと土日今まで会ったことのない人に会ってみようみたいな感じで頭の中でねイメージしていく。そうすることでね、長期的に見た時に、能力が育まれるし、もともとのその見えない力、非認知能力って言われたりライフスキルって言われるんですけど、その人間的な成長っていうところ、人格形成にも大きく役立つのかなと思います。
はい、ということで、今日は、成長するために必要な2つの条件についてお話しさせていただきました。成長するためには長い人生の中で冒険と責任、いろんなことを体験するということと、やると決めたことをやるっていうこの責任、この2つが大事なんだということでございます。はい、ということでこのミスターおかっちのチャンネルでは、人生とか仕事、そして子どもの教育に役立つ、そして力が湧いてくるような、そんな配信をしていきたいと思ってます。ですので、よかったらいいねボタンとか高評価ボタン押していただけたらおかっちはめっちゃ嬉しいし、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。こんな感じで以上です。素敵な一日を。さよなら。毎日成長するぞ。